レトロゲームやってますかユッサダヨンメガドライブをベーシックでプログラミングしようそんな動画作っていきますのでよろしくね今回で2回目今日はゲームとか作るのに重宝するスプライトをプログラムしていきますではベーシックで実際にプログラムを組んでみて解説していきますとその前にスプライトとは何か少し説明しますね 表示されている画面とは関係なく動かせるグラフィックのことで 8×8 とかキャラクターの表現に使われるものです。アニメで言うと背景にセル画を重ねて動かすみたいなものかな。スプライトを上下左右のコントローラーで動かすのが今回のプログラムです。画面に出していますが35行ほどのプログラムです。まず最初にスプライトを描きます。これは 専用ツールを使って描きますが、汎用のツールでも使えますので好きなの使ってやってください。ここでは、ベーシック開発ツールと同じところから出ているものを使っていきます。リンクは概要欄に貼っておきますので、参考にしてみてください。ベーシックで使うデータは、グラフィックデータとパレットデータです。メニューから、エクスポート、バイナリで出力できます。それを、 前回同様にリストに追加してドラッグドロップでベーシックに追加できます。それと同時にパレットデータも読み込みます。メニューのツールからコードを選びパレットコードで出力します。これはパレットデータをプログラムで読めるように書き出しますのでそれをベーシックに貼り付けます。こうして読み込んだスプライトをベーシックのスプライト命令で動かします。では実際のプログラムを見ていきましょう。 5から8行目までは、スプライト命令用の変数の定義です。10、11行で、スプライトデータを読み込んでいます。16、17行で、スプライト表示の初期化。そして、20行から31行で、十字キーを読み取って、スプライトを移動させています。33行から35行は、スプライトのパレット設定です。こんな感じでしょうか実際。 プログラム自体は命令のドキュメントに書かれているものです。それを自作のスプライトに対応させています。こうやって少しずつプログラムの動作を確認しながらプログラムの命令などを理解していきます。実際にサンプルが動かなかったりすることもありますけど、こういったサンプルは命令などの動作以外は書かれてないこともあるので、その辺も気を使いながら見ていくと意外と 動いてくれます。C での環境の方が色々高機能なのですが、そういった例題などのサンプルはないのが普通ですから、ベーシックだから詳しく書かれているのは初心者でも安心ですよね。今日はベーシックで作るメガドライブプログラミング第2回をお送りしました。スプライトを使えるようになるとゲームっぽいのが簡単に作れるようになります。これからも 頑張っていきましょうじゃあまた見てね